かないでよ。絶望した！丸々に絶望した！こちらはリスナーさんが最近思わず絶望したと口走ってしまった心で思ったエピソードを募集し、丸々に絶望したと神谷さんが無駄に素敵に読み上げてくれる番組です。はい、頑張ります。はい、ではまずこちら一つ目いきます。はい、絶望ネームサメ肌の心さんからいただきました。絶望した！コオロギがゴキブリの仲間だと知って絶望した！絶望した！知らなかった。色は似てるけどね。そうなんだ。そうだよ。全然違いません。泣くか泣かないかの違いだぜ。足も違う。あ、そうだね。まあ、足も違うんだろうね。足もりっとしてる。うわー、してるかも。虫嫌い。ね、いやね。なんかでもゴキブリの方が硬そうなイメージがあるんだけど。見た目。いや、結構柔らかいんだぞ。マジで？なんで知ってるんです？いや、だって。あれ、僕東京に住んでからは遭遇したことないです。あの自宅では、あ、割と気軽にこうなんか街中歩いてるのをようみたいな感じでちょっと通るけどつって通ったところはよく見るけど、私寮に住んでる時一回出たことがある、うん、でも私どうにもできなくて、うん、なんか固めても、うん、固めたものを触りたくなくて、どうしようって考えた結果、なんか30センチ定規ぐらいのやつにガムテープを巻きつけて鳥持ちっぽくしてペトってくっつけてそれごと捨てました。もう触れないと思って、なんかバシッてやってもその後をどうしたらいいか分かんないし、うわーんってなった挙句そうした。あれなんでだろうね、あいつらなんであんなに嫌なんだろう。しぶといし、ね、うわー怖い。そうなんだよね、恐ろしいですね。嫌なもん、いやいやだ。次行こう、はい、こちら次、絶望ネーム、あ、若奥様31歳さんからいただきました。別に年齢書かなくてもいいんですけどね。絶望した！超有名ブランドが皇帝ペンギン柄のニットを発売していて絶望した！まさか絶望先生のパク、やだな、インスパイアですよ。これすごいよね。そう、送ってくれたんですけど、これすげえな。そう、ここに画像があるの。画像あるんだけど完璧。これあれじゃないですか、だね、やつですよこれ。これ皇帝ペンギンだよね。うん、もうどういうことこれ。これあれですか、久米田先生雇われたんですか。新しい雇われたんですかね。新デザインなんですかね。え、うん、そんな感じしません。うん、これはですね、訴えるべきですね。ねえ、うん、こんなに大きく、これでもこれで10万とかしちゃうの。するだろうね。うわ、もう超いたずらにも買えないよね。買えない。後ろどうなってんですかね。あー、気になる。それは紙だから後ろにしてもダメだよ。白いよ。気になる。後ろ姿書いてあったら面白いね。うん、後ろ姿、うん、大体それをまずペンギンだと認識して使ってるかどうか分かんないじゃん。なんか、おう、イッツクールみたいな、あ、あいつらフランス人か。あ、そっか、うん、クールボーンみたいな感じで、なんか分かんねえけど、うん、使ってる恐れがあるわけじゃないですか。このモデルさんだいぶおしゃれなポーズしてますけど、いや、どうか分かんないですけど、これはちょっとすごいですね。おもろいね。これなんかあれですよ、久米田先生のペンギンで T シャツとか出せばいいんじゃないですか。そう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 、なんかさ、コスパさんあたりがさ作ればいいんじゃね。ねえ、売れるよきっと。そうそうそう、作ってそれと全く似たような柄のさ T シャツ作ってさ、全く、それでそれで社会側から訴えられません。そう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 、逆にさ、が、あの、おい、何うちのデザイン使ってんだ、うん、こらっていう風に言ってきたら、いやいやいや、これはさよなら絶望先生という漫画の中に出てくる皇帝ペンギンの T シャツですからって切れて。そっか、こっちが逆にね。そう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 。ああ、それいいな。まあ世の中的にはまあ勝つかな。あ、残念。もうでもね、いや、いいじゃないですか。むしろそうやって訴えられたら訴え返して、うん、なんかどっかのさ、某ベックスのさ、 A はあのアルファベットの A、 あ、A、 あ、のなんか野間猫騒動みたいになればいいんじゃね。もともとアルファベットだよね、よく考えたら。なんか今回いろいろ編集大変そうですね。怖い怖い。
怖い怖いもう本当にもう一つ、ね、もう一つ行きます。どうしよう、うん、もう一つ行きますわ、はいはい、あじゃあこれ言ってください、はい、じゃあ名前だけ読んであげてください。はい、絶望ネーム諸葛金ちゃちゃさんです。絶望した。毎週いい感じに新谷さんが汚れていくのに絶望した。新谷さんはこの番組に骨をうずめるんですね。うずめるんですか。やだやだ、そんなことないもん。全然普通です。普通じゃないか。え、いい感じに汚れてんの。いいえそうなの。神谷さんが巻き込むから。あなんで。ちょっと待って、僕のせいみたいになってるけど。え、涼子ちゃん割とそういう子じゃないの。違います。もうピュアですよ。ピュアっ子ですよ。ピュアっ子なんだ。じゃあちょっとこの番組は残念だったね。ごめんな。りょうこごめんな。俺のせいでそんなことになっちまって。そんなちょっと無駄ないい子なんです。申し訳ないことをしたね。いいえ、いいんです、いいんです。あ、まあでも私はどんどん解放されてますから。はい。でもこれからもガンガン汚していきます。ということで皆さん、世の中のいろんなことに絶望していきましょう。絶望した、まるまるに絶望してしたでした。続く。